皆さんこんにちは。ゆてです。サビです。モーニング娘。24の春ツアーのチケットが届きました。早速席の方を確認していこうと思います。じゃあ出します。せーの。ぴょん。そうなんだい。なんかさ、見たことある。またまたこれ真ん中なんじゃない、もしかしたら。1階7列31番32番です。なぜならこの国際会議場は前回も行きましたんで。あ、はい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 、はい、前回はあれ1階の12列31、32やったんで。あれ5列前進ハロコンで行った会場。そうね、スリーバースで行った会場。あの A の方か。じゃあ5列前進。じゃあ本当に一緒。うん、だから前31、2だったよ。うん、前31、2だった。5列前進で確か前2列がなかったよね。3列ぐらいないんじゃない。だから実質前から4番目ってこと。4か5やな。うん、4か5、4か5ぐらいです。真ん中で見れる。ほら同じや、全く。そんなこと結構奇跡じゃない。見る景色は全く変わらないってことやな。そのままだから前進するんだね。前5列前進。でも前5列前進で相当5列でかいからね。近さは感じれそう。めちゃくちゃ近いと思う。今回の会場が名古屋国際会議場センチュリーホールってことで、私たちはここの会場に行くのが2回目になります。前回スリーオブアスのチーム A で行きました。画角の感じが、うん、前回のままのイメージで行けばいいので、うん、しっかり見える。全体をね。真ん中なのがさ、嬉しくない？結構いいよね、位置的に。めっちゃファンサっていうのが前回行った時になかったんで、そういうのはない可能性が今回はあるってことやん。あー、でも近いからさ感じれるんじゃない。あ、自分今見てくれたみたいな、そういう目線とかさ。ど真ん中でしっかり歌ってる人がこっちを向いて歌うっていう、また列、縦の列。ちょうどいいかもしれん。前すぎずでも前の方っていう、うん、こうみんなのこう目線のちょうど入るかもしれないよ、視界に。名古屋4公演あるうちの1公演しか行けないんですけども、まあ、その1公演を楽しみたいと思います。もうだいぶハロステでさ映像上がってたりとか、セトリーも予習したりとかで、もう気持ちが結構ワクワクみたいな感じになってるから、早く見たい。またそのライブレポもやりたいと思いますんで、はい、また楽しみにしててください。まだ皆さんのコメントもお待ちしてます。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。